2022年2月19日土曜日14時半になりました。14時半からの番組は大石綾子さんのトークライブでは、綾子さんよろしくお願いします。気になるのよ、あなたのこと。少し前からね、なんとなく気になるのよ、あなたのこと。思うと笑顔になる。声が聞けたらほっとして、会えた時にはドキドキ。大好き、あなたが大好き。今はまだ打ち明けられない、なくしたくない。大好き、あなたが大好き。気になるのよ、あなたのこと。何をしててもね、いつだって気になるのよ、あなたのこと。思うと不安になる。皆さんこんにちは。なんかちょっと鼻詰まってますけど、すいませんね。はい、花粉です。はい、もう何、流行最先端を言っとる。
はい、今日はですね、すいません、いつもに増してゆるくお届けします。いいですよ、ゆるくしてきますね。本当、ゆるい感じです。ノープランです、今日は。本当はね、やりたい曲あったんですけど、ちょっと来週に回します。はい。そう、そう、ユーミンのね、春よ声を歌おうと思った。あ、いいですね。あ、そう、うん、さあとか言って思ったけど、思ったけど、うん、ちょっとなんだろう、まだ春っぽくないからね。そう、まだ春っぽくないし、うん、私のね、ちょっと頭がね、うん、ちょっとこの、ま、そういうモードじゃないので、まだ冬だ。そう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 。なんかこう冬ですね。うん、そうそう、なのでちょっと今さっきもね、香里さんと話してたんですけど、なんかね、ここのところずっと左目の奥から頭にかけて痛い、なんか頭痛がずっと続いてます。花粉のせいもあるかとは思いますが。あ、そうか。いろんなことが、まあ、考えられるは考えられるんですけども、うん、なんか病院行こうかなって思ってたんだけど、うん、なんか次の日すごい爽快な感じになっちゃって、わあ、これ行かなくていいかなとか思って行かなかった。ありますよね、そういうのね。そうなんですよ。ちょっとね、行こうかやめようかみたいな感じになっておりますけれども、うん、まあね、やっぱそういう時もありますよね。あるある。うん、今日のお洋服かわいいですね。ありがとうございます。うん、これおニューです。ね、なんか肩のところにあれかな、うん、フリフリ？フリフリはね。フリフリではないのか。ではないんですけど。あ、でもパワーショルダーみたいになってる。あ、そうですね。うん、ちょっとふわっとしてる。そうそうそう、ふわっとさせてきてねというこのアドバイスをですね、コーディネーターさんから受けまして、ちょっと来ておりますが、そしてね、今週はね、もう一個ですね、ネイルをしてしてるんですか。ちょっともうちょっと、はい、どうしたら見えるの。ね、爪をパソコンの方に、うん、そうそうそう、あ、ちょっと見えない、黄色っぽい。そう、黄色、うんうん、あいた、黄色ってやったことない。もうちょっと上かな、もうちょっと上か。あ、うん、上下、薬指だけ違う色に見える。あー、なんでだろう、なんででしょうね。あ、でも違うのかもしれない、全部同じ色じゃないですよね。あ、そう、ちょっとずつこう変えてる感じなんですけど、うん、それで親指と中指にお花の絵を描いてもらいました。うん、あ、待って、もうちょっと上げてもらっていいですか。こう上、分かった、ね、薬指と親指にお花が多分あるんだと思います。これとこれ、それそれそれ、うん、中指じゃなくて、あれ、ここにもなんか、 あ、 ここある、私、うん、本当、中指にもある、ね、中指だと思う。なんかね、ちょっとね、ぼやけて見えるからね、なんとなくその細かいとこまで見えないんだけど。なるほど。色が違うのは親指と薬、はい、そう、薬指がちょっと違いますね。うんうん、そう、何があったんですか。まあ、ちょっと気分を変えたいなっていうのとですね、まあ、ちょっとね、こうしてうん、歌う機会もだんだん増えてくる、うんうん、だろうという、うん、期待を込めて期待を込めてですね、うん、そう、12月の末に初めてそのちゃんとネイリストさんにネイルをしてもらって、うん、で響きのお友達のお母さんなんですけど、そうなんですね。そうで、その時はね、心もね、うん、ちょっとやってもらった、際を塗ってもらって、でやっぱりそう先月末に予約をしてたんですけど、うん、ちょっとまあ私が体調崩しちゃって、うん、キャンセルしてしまったので、うん、いやー、これはちょっとね、3月もうすぐ来るし、うん、やっぱちょっとね、
やっとかなって、そうそう、やっとかなきゃと思ってですね、はい、いいじゃないですか。そう、やっぱりね、そうやって女子力上げてね、そうそう、女子力上げて、うん、ちょっとこう気分ウキウキすることを、うん、やっぱ自分で作っていかないとなと思ってですね。確かに、まこちゃんも喜びますしね。喜びますかね。どうですかね。喜びますよ。綺麗な奥さんの方が。そう、まあ、私がそのやってもらってきたんだよって言って、この楽しそうな、うん、テンション、ね、話す、そうそう、楽しそうなテンションは結構喜んでくれますね。ね、うん、そう、そんな感じでですね。あとバレンタインもありました。ありましたね。はい、香里さんどうしましたか？私ね、今年ね、初めて、うん、あれなんですよ。今までなんかけ、なんだろう、チョコレートを、うん、あげたりっていうのが当たり前だったんですけど、うん、今年初めてどうしようかなと思って、うん、思って Facebook 見てた時に、はい、私のいとこが白馬でペンションやってるんですけど、おそのいとこが、なんだろう、シフォンケーキのお店も、Facebook で見た見た、そうそうそう、初めて、美味しそう、そう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 、すっごいもうなんかね、ふわふわで、うん、でさらにそれをね、ほんの少しだけチンすると、なんだこれはっていうぐらいのふわふわでそれをね、家、うち含めて、うん、4人の人に送って、はい、そうそうそう、結構ちょっと若干奮発した感じだったんですけど、うんうん、なんだろう、ちょっとこれを機会に、ちょっとバレンタインイコールチョコレートだけではない、うん、でもあれですよ、カカオのシフォンだったから、まあチョコレート風味っていうか、チョコレート系ではあるけれど、そうそうそう、まあチョコレートじゃなくても、そう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 、プラスアレンジでいろいろ楽しめるみたいなね。そうだね、いいですね、うんうん、ね、そう、なちゃんもぜひ今度食べてみて。あ、食べたい食べたい、うん、ね、注文しよう。ありがとう、私が注文するわそれありがとうございますそうそう、で私はですね、うん、まあ、チョコレート買いに行ったんですけど、うん、まあ、今年はどうしようかなってこう毎年迷うんですよね、うんうん、でその、まあ、ネットとかでも買えますけど、やっぱり街でこう雰囲気を味わいながらはい、はい、こうどうしようかなってこう選ぶ、いいですねっていうのをか、まあ、楽しみたいなと思ってではいるんですけども、うん、なんか毎年こう選ぶのにすごい必死になっちゃって疲れちゃう、うん、そうそう、まずこう、そう、一人で乗り込んでいくところから始まるんで、そう、ここはどんなのが売ってるんですかってこう聞くところから始まる、そっかそっかそっか、ここはチョコレート屋さんですかから始まってですねそっか、そうですよね。じゃあ、あやちゃん来年は一緒に行きましょう。はい、ぜひ、ね、そしたらね、そこの最初の導入いらないです。そう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 、それでね、今年はでも、うん、まあ、ちょっと品川駅に行ったんですよ。うん、いっぱいありそう。そう、いっぱいあるって聞いてたし、うん、たまに行くんですけど、うん、でね、大好きなコーヒー屋さんがあって、あ、じゃあ久しぶりにこうコーヒーを飲んで、うん、でチョコレートも選んじゃおうかなと思ってですね。あ、自分が食べちゃう。えへ、それでそう、それで結局ね、そのコーヒー屋さん、もうコーヒーはやっぱり美味しかったんですけど、うん、コーヒー屋さんに実はチョコレート買いに行きたいんですって、うん、でこうね、チョコレート屋さんがいっぱい並んでるところに行きたいんですけど、どう行ったらいいですかねって言ったら、うん、いつもはいっぱいあるんだけど今年は少ないんですよねって言われて、うん、そうなんだ、うん、そうで見に行ってくれて、うん、で連れてってくれたんですね、そこまで。へえ、優しい。そう、いつもね、こうほんと親切にしてくださるんですけども、うん、で、あー、なんか4軒ぐらいしかないですねっ
って言われて、でまあそのうちの1軒にあのまあ置いて置いててもらったんですよ私ポトンとポトンとね、うん、そうで店員さんをもうゲットわしづかみにしてですね、うん、あでもこうでもない聞いてるんですけど、うん、なんかこうしっくりこなかったんですね、うん、でじゃあすいませんちょっと考えますって言って他のところに行きますって言って、うん、あのどこかご案内しましょうかって言ってくださったんだけど、うん、なんかね申し訳ない気持ちになって、うん、そうですよね、そこからのバトンタッチはねなんとなく気遣いますね、うん、それそうなんです、それで、うん、まあ並びだったなと思ってこうねイリーナとこうテクテク歩いてたら、うん、なんかね方向が分かんなくなっちゃって柱みたいのをこう避けたりとかしてチョコレートないみたいな、そうあれなんかホームの階段来ちゃったよみたいな感じになってもう帰るのかい、そうそうそう、それでいやだ困ったみたいなで戻るとさっきのお姉さんの声がするわけですよ、うん、はいはいはい、やばいやばいやばい、あそこじゃないんだけどあそこじゃないって言ってたらですよ、うん、一人の女性が声をかけてくださったんですよ、はいはいはい、どちらに行かれますか、うん、何か困ってますか、いや実はチョコレートを買いに来て今ね見てるんですけど場所が分かんなくなっちゃってって言って、うん、あそうですか、じゃあ一緒に行きましょうって言ってくださって、はいはい、でその柱その時計があるのかな、なんか、うん、柱のところにこう時計があってその周りにお店があるんですよっていう風に教えてくれて、うん、なるほどみたいな、うん、でそしたらね盲導犬をリタイアした、はいはい、その犬リタイア犬を飼われてるそうなんです今、そうなんですか、うん、で活躍ねしてる、うん、そのお二人を見てなんかすごく嬉しくなって、うん、これからねちょっと沖縄に行くので、うん、ねちょっと遅れちゃいけないと思って早めに出てきて、うん、すごい早めに出てきちゃったから、うん、そう時間沖縄だからね、そう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 、うん、これから羽田に行くんですっていう話をしてて、はいはいはい、結局ね最後までお付き合いくださって、そうで一緒になんかもうお友達みたいに私だったらうーん私だってこれもこれをなんかあげたらいいんじゃないかなと思うとか、うん、本当にこう気さくにおしゃべりしながら一緒に選んでくださって、そうでホームまで送ってくださって、すごい、おいくつぐらいの方だったんですか、ねおいくつぐらいなんだろうな、まちょっと、ね、そうですね、こ声の感じ、声の感じで、ね、うん、でもこう話し方とかは、うん、まあ私より少し上な感じ、うん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 、か、まあ、同じぐらいかっていうところかなと思うんですけども、はいはいはい、うん、本当にね、そういうあれなんですね、もうなんて言うんだろう、犬その盲導犬として、はい、アイメイトっていうんでした、うんうん、アイメイトとしてその活躍していたワンちゃんをその飼ったりすることができるんですね、そうですね、うん、まあボランティアの形にはなると思うんですけど、うん、ね名古屋の盲導犬協会のワンちゃんを飼われてるって言ってます、そうそう、いやなんかちょっと嬉しくなってですね、うん、なんかこうほっこりした気持ちで家に帰ってきて、うん、うん、いいですね、なんかいっぱいいろんな方のね優しさもらって、はい、あれですよね、そのね最初のチョコレート屋さんだってちょっとね商品が気に入らなかっただけですごくね親切だし、そうなんですよ、ね、すごく丁寧に説明してくださって、うん、やっぱりねお店によってはですね、うん、こうなんだろう、めんどくさそうな対応、そうめんどくさそうというか、うん、もうなんかあ、
いろんな種類がありますけど、シーンみたいな。いやだからね、そこを聞きたいんだってばみたいなね。なんかこう、いろんな種類があるんで分かんないよね。分かんない、分かんないけど、あ、へえすごいですね例えばどんなのがあります、そうっていうね本当にね、こういろいろな方が今いらっしゃる。まあね、私もお客さんの中のいろいろな人の一人なんですけども、うん、それじゃ売れないよっていうね、うん、もうちょっと優しくしてくれないみたいなさ、本当、うん、そしたらもう私みんなに宣伝しちゃうよみたいなね、うん、そういうね、一日を過ごして、うんうん、バレンタイン終わりましたけれど、じゃあいいのが見つかったんですね。そうですね、迷っちゃいました結局、うんうん、でその時計台の周りをこう2周ぐらいしました、ぐるぐるぐるいいお散歩、そうそう、いいお散歩しましたね、うん、はい、ということで、ノープランなんですが、ノープラン、今日はね、ちょっとグラーツィエを歌いたいと思います。いいですね。あなたと生きたい。
ありがとうございます。いいですね。いや、久しぶりに歌った気がします。すごいいいですね。あれじゃないですか、これ歌ってて涙出そうになりません？これなります、なります。でも結構免疫できる免疫、もう免疫で免疫っていうんですかね、できたんだ。そう、でもやっぱりそのなんだろうな、うん、こう前から言ってるとは思うんですけど、その大事な人がその、うん、きっかけでできてる歌が多いので、オリジナルソング、うんうんうん、やっぱりね、こう例えばなんかコンサートの最後とかで、うん、ちょっとこう気分がね、こうなんていうのかな、うん、潤ってる日とかはね、そうやっぱりこう泣きそうになりますね。ですよね。うん、そう、では今日も行ってみましょう、懲りずに行ってみましょう行きますよ、はい、あなたのために歌を作ります。はい、このコーナーはあなたにお話をお伺いして、そのお話をもとに今しかできない、二度と歌えない、即興で歌を作っちゃおうというコーナーです。はい、では今日参加してくださる方、私の相手をしてくださる方はいらっしゃるでしょうか。いるでしょうか。どうかな、どうかな、どうかな。今日は何人くらい来てくださる。今ですね、13人いらっしゃいますね。ありがとうございます、うん、今日午前中ちょっとあれだったので、うん、Facebook にも宣伝しなかった、そうそうそう、メールのお知らせもせずですみませんでしたっていう感じなんですけど、13人も来てくださってありがとうございます。うん、どうでしょうか。よしって、どうでしょう、どうでしょう。あやこちゃん、あやこちゃんって呼んでくれてます。高井です。おー、久しぶりです。今日ね、カルガモのメンバーも入ってないからね、ちょっとミュート解除してみた。イエーイイエーイ。いやー、お元気でしたか。お、元気にしてるよ、なんとか。あ、ほんと。いやね、いろいろね、あるもんね。そうそうそう。どうですか、最近は。最近どうですか。どうですか、ね、どうですかってざっくり聞かれてもね、そう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 どうにもならんみたいな確かに確かに、じゃあどこからトントントンってこうしていこうかな、ちょっと怖いけど、でも、そんな大丈夫だよ、こんな緩い感じなんだからさ。いや、メンバーちょっと知らない人ばっかりやからいいか。そうそうそう、そう、知ってる人がいるときはあ、やめとこうって思ってしまう。あー、わかるよ、わかる、うん、私もね逆の立場だったらそうだよ今日は誰もおらんと思いながら、そう、今日はねちょっとお知らせを、うん、そうやな、しなかったので、うん、うん、そう思いながら、どうやろう、でも先週するって言ってたよなと思いつつ、そうそうそう、うん、ねえ、だからね、しなきゃ、なんとでもしなきゃと思って番組までには元気にならないと。あ、そうや、人と脅かすわけじゃないけどさ、はいはいはい、目の奥が痛いって言ってたやん、うんうん、前ね、カルガモでさ、目が痛いって言ってて、うん、眼科行ってるんだけどまだ痛いっていう子がおって、うんうん、その後ね、その子亡くなっちゃったんだよ。わーお、あれやま、クモマ、クモマ、あー、雲、雲じゃない、雲。そう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 。そうか。そんなのもあるからね。あ、もうちょっと、うん、ちょっと。見てもらうといいね。うん、念のために何もないとは思うけど、そういうのを聞いてるからさ。うん、そうだね。なんか調べてみるとね、うん、出てきたりするもんね。うん、そう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 、うん。そうか、やっぱり行ってこよう。脅かすわけじゃないけど。いやいやいや、うん、ありがとう。でもほら、ね、やっぱりそういう。そうそう、情報というかね、うんうん、まあ30代だったよ、本当、うん、
やはーなんかねなんだろうね、うん、そうそうそう、あれですか、高井さんは体調とか大丈夫？うん、うん、まあなんとかいろいろありながら年齢と戦いながらね、年齢と戦いながらそう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 、いやーでもそうだんだんこうやってくるよね、そうそうそう、うん、そうそう、もう年齢には逆らえんみたいな、確かに、うん、うーん、なんか私もね、うん、この前その歌の先生と話してて、うん、あーなんかそろそろなんかこの私の年今46なんだけど、うん、46歳ぐらいでなんかすごいひどい風邪をひいてみたいな、うん、なんかちょっと更年期入り始めたよみたいなね、あ、うん、あやこちゃんも46なんや、まだ40代 前半かと思ってた、いえいえいえ、あ、そう、そうなんです、うん、もうねその辺になってくるとだんだんねもうあかん、自分でももうあかんとか思いたくなる、そうだよね、うん、そうそう、そう、でもなんだろうな、こう、うん、自分の体の声を聞きながら、そう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 、もっとさこう若い時にはこう、うん、もっと頑張れよ、いけよいけよ、まだいけんだみたいな感じだったけど、うん、やっぱりそうじゃなくなってくる、そうそう、もうねもうあかんみたいな、そうそう、だから大丈夫、うん、どうする、そうそうそう、何するみたいなね、うん、そう、うん、付き合い方が変わってくるよね、うん、そうそうそう、うん、じゃああれですかね、高井さんにも、うん、いつもの質問攻めに会っていただきましょう、はい、分からなくても大丈夫、うん、すごい簡単なことしか聞かないからね、はい、ではいきます、はい、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、最近ハマったものでもいい？はいはい、もちろん、ヤーコン、ヤーコン、いや懐かしいな、うん、え、どうやって食べてるの？今日はね、バター醤油で炒めた、あら美味しそう、うん、美味しかった、シャキシャキして、へえ、甘くて、甘くてね、そう、甘いんだよね、そう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 、うん、確かに確かに、うん、うん、うん、え、他にはどういう食べ方するんですか？あとそのままもドレッシングかけて食べたりとか。あー、え、ヤーコンって私ね調理したことないんですけど、うん、あのお店ではね食べたことあるんだけど、あれって一回こう湯がかなきゃダメなの？うん、いや、水にさらしといたら、あ、そうなんだ、そうそう、へえ、うん、食べてみよう今度、うん、え、今時期なの？時期なの、最近、ん、最近1月ぐらいにスーパーに並んでたっていう、見てたってガイドさんが言ってたって言ってたで、ああ本当に、うん、私生協で頼んでもらって、うんうん、それを食べたら、あ、もう美味しいやんと思ってネット探したら、ネットにラクスエアコン、そうそう、検索したらヒットするで、あ、本当に、うん、へー、いやーこんねー、うん、え、お子さんも食べますか？食べないね、やっぱりそうそう、ごめん、なんか多分そういう答えが入ってくるの、そう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 、だから、うん、二番買ってカレーにも入れてあげたいな、私なんか違うのが入ってるとか言ってた、あそれは食べ、うん、ね、カレーとかに入れちゃうと分かんないからね、分かんない分かんない、うん、そうか、ヤーコンね、うん、いやなんか懐かしいな、食べたくなってきたな、うん、へえ、じゃあ次の質問に行きたいと思います、はい、はい、高井さんの、うん、何をしてる時が一番楽しい時でしょうか？何をしてる今、うん、今何をしてる時って幸せ、うん、あー今ね、そうね、ネットで読みたい本を検索する、なるほど、読みたい本をネットで検索して、うん、読んでる時、そう、読んでる時というかそれを見つけて、うん、ポチッとしてきて、それがほら音訳なり点訳なりしてできてきた時かな、はいはい、なるほど、あ、
あ、じゃあ読みたい本をポチッとして、うん、でお願いするんだ、うん、そう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 、はいはい、サピエに上がってこないのよね、待ってても、うん、確かにね、うん、そうそう、なるほど、でそれがこう、うん、届いた時に、うん、やったみたいな、そうそうそう、あ嬉しいなみたいな感じ、わかるな、そう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 、うーん、なるほどね、うん、はい、じゃあ次、好きな言葉は何でしょう。好きな子の言葉ね、気の向くまま、足の向くまま、気の向くまま、足の向くまま、なんかそういう感じでお散歩したりするんですか。最近はできてないかな。あ、そっか、うん、ね、なんか前回お話しした時にほら、あのなんか海に行きたいよねみたいな話したよね。そうね、それも行けてないね。行けてないね、うん、足が行けてない、行けてない、ほんまに、うん、ほんまに出かけることがね、ね、そう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 、もうほんと脳内散歩、うん、そう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 、そうだよね、うんうん、そうか、気の向くまま、足の向くまま、うん、足の向くまま、うん、いいですね、うん、こうなんかこう人生における言葉なのかな、人生における言葉なのかな、まあそこまではないけど、まあそうやってもうそうやっていくしかないかなみたいな、うんなるほどね、うん、そうそう、なんかいいですね、気の向くまま、足の向くまま、うん、うーん、じゃあですね、目の前にもう一人、うん、高井さんがいるとして、うん、なんて声をかけてあげますか。はあ、なんて声をかけてあげますか。難しいな、何、それよ、難しいな、わからんでもいい、わ、うん、からん、その時になってみないと、そうそう、その時になってみんとわからん、じゃあ逆に、うん、あーでも余計難しいかな、そうそう、うん、うん、と思う、そうだね、うん、わかりました、うん、じゃあそれを元に歌にしたいと思います、うん、じゃあ聞いてみていただけたらと思いますが、あ、そうそうそう、どういう曲調にしたらいいか、どういう曲調、バラード風、バラード系ね、うん、OK、 はい、ではどんな歌になるのか私にも分かりません、うん、はい、では聞いてみてください。はい、
ということになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、よかった。嬉しい。いや、嬉しいって言ってもらえることが嬉しい。本当に、ねえ、なんか久しぶりにお話もできたし、ね、またぜひ参加してくださいね。ま、ちょっとね、ちょっとメンバーを見つつ入らせて。そうね、そうね。はい、それ大事。はい、もうそこはもうとがめません。お任せしますので。ねえ、まあいろいろありますけど、お互いに、はい、そうそう、はい、はい、ありがとう、楽しくいきましょう。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、はい、ということでね、なんか嬉しいですね。さて、もう一人ぐらいいけるかな、どうかな、もう一人、ちょっとショートバージョンになっちゃうかもしれない。ショートバージョン、誰か行きたい方いるかしら。はい、今日人数が少ないからあれですよ。ああ、せいじゃさん手挙げてくれてる。せいじゃさん、小石あやこさん、あ、お久しぶりです。せいじょうさん、ご無沙汰してます。最近の私のね、はい、心境はね、家内が亡くなってもう来月で一月、いや1年になるんですけど、1年ですよね。 ものすごくね、なんか、だんだんとあのね、実は、祭壇にあの分骨骨と、それから遺影が書かれてる祭壇に話しかけてるんですよ。朝晩昼間、絶えず、私おしゃべりだからね。おしゃべりだから、一日あのもう朝晩の挨拶以外にね、あのこんなことがあった、あんなことがあったと、それからテレビもね、つけっぱなしで、あのオリンピックの放送をずっと見せてね、私があの部屋を出る時ももうつけっぱなしにしてるんですよ、あの、はいはい、録画したものや何かをね、そんな感じで、語りかけてると、不思議とね、そこにいるみたいな気が起きてきちゃってね、はいはい、で、寂しさを忘れるんですよ。なるほど。そういう効果があるっていうことが分かりましたね。へー、だからそうですか。さっきあの、バレンタインチョコレートの話があったでしょう。はい。私はバレンタインチョコレート誰からもあのもらってないんだけど、家内がいた時は家内が必ず買ってきて、くれてたんだけど、はい、何年か前に一度ね、大きな型にハート型のチョコレートを流し込んでね、バレンタインで作ってくれたことがあるんですよ。そんなの思い出しちゃって、はい、だから、あら、不思議にね、私はもう76歳だから、もう、今までの過去のことがね、私の全財産でね、まあそういうような、あの、しかしそうは言っても、まだあと12年間は絶対に生きるんだっていう、長生きする、12年っていうのは下の孫が大学に入る年なんですよ。あ、なるほど。だから12年間は絶対に死ねないと思ってね、結局、まあ私は、亡くなった家内に感謝してね、もうあのそれだけなんですけれども、だから歌は難しいから、あの作らないでいいですよ、 おしゃべりだけで。どうですか、もし作らせてもらってもよければ、いや、あの
作っていただけたらありがたい。時間ありますか？はい、わかりました。要はあの思い出だけで生きてるということで、であの写真の中にね、はい、写真の中に、家内は生きてるわけなんですよ、はいはい、だからその過去の写真を見ることによって、うん、思い出すことによって、うんうん、寂しくないと。それから、うん、祭壇、遺影と遺骨に話しかけることによっても、あのその2つのことで寂しさを紛らわしているという、なんかめめしい話でごめんなさいね。とんでもないです。12月にあの私もあの母が亡くなって、あの父がね今あの一生懸命そのなんだろうな、母のいろいろなことをやってですね、まあ、ちょっと寂しくしているものですから、あの、うん、お父様は静岡の方で。そうです。一人暮らしになったんですか？ですね、あの兄家族があの世帯で一緒に、はい、私みたいに一人じゃなくてね、それは何よりで、でもすごくこう重なり、父と重なりますね。はい、なので、でもね、やっぱりそのなんだろうな、奥様へのお気持ちと思い出とね、愛の大きさ、ものすごくお話聞いてて感じましたので。存命中は全然そんなことなかったんだけど、亡くなってから急にそんな気持ちになってきちゃって、不思議、自分でも不思議なんだけど。そうですよね。では今お聞きしたことをですね、歌にさせてもらってもいいでしょうか？なんか難しいでしょう。頑張ります。はい、じゃあちょっと聞いてみてください。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。小石彩子さん、すごい
頭がいいな言ったことをメモってなくてちゃんと覚えてるわけ、ね、いくつものことが、うん、詰まった歌詞でもう驚きました。とんでもないです。ありがとうございます、ね、またぜひおしゃべりしたいです、ね、またぜひお会いしましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はお二人の方に作らせていただきました、うん、なんかちょっと父と母と被るところがあるんで、ね、本当ですよね。あれなんですけど、うん、でもねやっぱりその存在が大きくなってくるって、うん、今私がすごく今実感してる、うん、目を押さえちゃダメよ。あそうですね、うん、そう、うん、なのでなんだろうな、もう会えなくなっちゃうって思うとなんかガーンってこうね、うん、こう断絶しちゃったみたいな気持ちになりますけど、なんかねそうじゃないんですよね。やっぱり心の中にやっぱ思い出の中に写真の中に本当に生きているその人が存在してるってなんかこうすごく共感したというか、はい、うんね、なのでまあ実際にね話をしたりとか手を握ったりハグしたりってことはできないけれども、でもちゃんとつながってて、ちゃんと生きてるというか自分の中に生きてるってなんかこう実感することがあります。はい、なのでそういう思いをね、清浄さんも言ってくださってましたけども、本当にありがとうございます。ね、感謝の気持ちをですね、私も母に伝えていこうと思っています。朝に、昼に、夜に。ね、はい。ということで、今日もお時間となりました。またね1週間元気に過ごしていただいて、来週もまた14時30分にお会いしましょう。では今日ね、ご参加いただいてありがとうございました。では最後の曲ありがとうを聴いてください。温かな笑顔でいつもありがとう、包み込んでくれていつもありがとう、
ありがとうございました。ありがとうございます。